こんにちは、メアリ・リードです。アンボニーだぜ。ねえねえアン、最近剣闘士のことが気になってるんだけど。ああ、剣闘士か。映画もいくつか出てるもんな。映画なんてあったの？危険を顧みず困難に立ち向かう男たち、歴史のロマンよね。そうだな。まあどっちかというと無理やり命令されてやる人が大半だから、立ち向かうっていうとちょっと違うかもしれないが。そうかな。確かに偉い人の意思でやらされるものだとは思うけど、時には海戦とかもやったりしたみたいだから驚くよな。剣闘士が海戦とかしてたの？まあ危険な時代だし、そんなこともあったかもしれないわね。時にはライオンと戦ったりな。ライオン？あ、アンってば間違えてる。私が言ってるのは日本の剣闘士よ。あ、そうかそうか、うっかりしてたぜ。しかし就任当初は剣闘士とか言われてたけど、気づいてみれば歴代の総理ができなかったような驚きの判断をいくつも下していたし、イメージで人を語っちゃいけないなぁと。あんたわざとやってるでしょ。それじゃ今回は剣闘士とそれにまつわる人々の活動のお話をしてみようか。よろしくお願いするわ。剣闘士といえば、7世紀から9世紀にかけて日本の宮廷が派遣した中国東王朝に対する朝貢使節のことだな。その前の隋の時代にも遣隋使っていうのがあったわね。そう、かつては遣隋使が持参した書状の内容から、日本には朝貢の意思はなく中華王朝との対等の関係を主張したとの意見もあったが、近年の見直しによってあくまで遣隋使も遣唐使も中国王朝を宗主国として親従する立場を覆すものではないともされているな。その辺は会員向けニコニコチャンネルモンドヒストリカの利休でも話してたね。流れるような宣言、俺でなきゃ見逃しちゃうね。遣唐使というと、日本が中国の仏教とか律令制度とかの進んだ文明を取り入れるために派遣した施設ってイメージだけど、まあそれも時期とか場合によって異なるんだよな。少なくとも遣唐使の前の遣隋使や第7回までの前期遣唐使に関してはそういう認識で問題ないと思う。ただ後期遣唐使と前期に含まれるいくつかのイレギュラーな派遣に関してはちょっと性質が異なると説明されていることがあるな。ほう。遣唐使の初回は西暦でいうと630年、最後に出発したのは838年で、894年にも計画されたものの実行に移されることなく中止となっている。菅原道真の提案で廃止されたって話よね。私も白紙に戻そう遣唐使って学校で習ったよ。18世紀のカリブ海賊っていうキャラ設定がガバガバすぎるんだよな。まま、菅原道真の建白によって遣唐使が廃止されたというより、派遣を延期している間に唐が滅亡してしまったという方が実情に近いのではないかという見解もあるが、それはさておき。で、前期遣唐使は630年の第1回から669年の第7回までとされる。この中には663年に日本と唐新羅連合軍が戦った白隙の絵の戦いの戦後処理のための使節派遣も含まれる。ああ、それがイレギュラーな派遣ってやつか。本来の朝貢使節としての遣唐使ではなく。そして702年の第8回から836年の第19回が後期遣唐使に数えられる。前期までは朝鮮半島自体に山東半島に上陸し、長安を目指す北路ルート、後期は直接東シナ海を横断して長江河口に到達する南路ルートが取られるという違いがあるな。南路ルートを取るようになってからは船旅の危険度は格段に上がり、それまで2隻で編成されていた遣唐使船は倍の4隻で行くようになった。1から2隻が遭難してもたどり着けるようにな。なんでそんなに危険なルートを選ぶようになったの？一般的に当時朝鮮半島を支配していた新羅との関係悪化が原因とされる。ほう。もともと7世紀半ばまで朝鮮半島は百済と新羅に二分されていて、日本は百済と仲が良かった一方、その百済と覇を争う新羅とは対立関係にあった。ああ、それで遣隋使とか前期遣唐使とかは百済を経由して中国に行ってたのか。それが663年、唐と新羅は連合して百済に攻撃をかけ滅ぼしてしまう。なんとか生き残った百済の王族の一人が百済再興を期して挙兵、日本に援軍を要請したんだ。ふむ、滅びたとはいえ同盟相手の王族に頼まれたら。そこで日本の斉明天皇と中大江の皇子は旧百済チームに加担し、軍を朝鮮半島に派遣するも大敗してしまう。
ハクスキの絵の戦いだ。あ、名前だけは、なんか聞いたことある。戦後の664年、667年、669年には、戦後処理として、唐に使者を派遣する。これは、第5、6、7回遣唐使に数えられるが、どちらかというと、平時ではない、イレギュラーな派遣というところだ。いつもの定期的な朝貢のための施設ではなく、うっかり戦争をしちゃった唐と関係を回復するための緊急連絡ってとこね。そして、676年には、朝鮮半島は正式に新羅が統一するところとなり、日本は、朝鮮半島の同盟国である百済を失い、気まずい新羅だけが残った。そこで、安全な朝鮮半島沿岸を行く北路ルートが使いづらくなり、中国へ直行する南路ルートを行くようになった、という。なるほど。ただ、これに異論を唱える人もいて、例えば、川上真由子氏は、別の要因を挙げている。というと、その、半島を新羅が統一したからといって、露骨に北路ルートを避けなければいけないほどの状況ではなかったはずだと。ほほ。でも、新羅としては、戦争相手だった百済チームにいた日本だから、妨害行為に出てもおかしくないんじゃ。注目すべきは、日本と新羅の交流は、白月の絵の戦いから5年後の668年、新羅からの働きかけによって再開していることだ。あら、そうなの？その年の9月に、新羅は日本に使者を送り、日本がそれに応える形で国交が回復されている。唐は前年、新羅の北の高句麗を滅ぼしている。また、旧百済領にも唐が干渉してくるのではないかと恐れたことが要因にあると思われる。なるほど。ちょっと前には援軍に来てくれた唐が、いつ、新羅に矛先を向けてくるかわかんないと思ったのね。そして、それは日本も同じだった。唐は、確かに自分たちの親分ではあるが、当時の唐は、イケイケドンドンで、カザフスタンの一部にまで支配を広げていたからな。表向きは、日本も新羅も唐に心中するけど、警戒するに越したことはない、と。そして口述するが、日本と新羅はその当時、関係は険悪ではないというか、むしろ形の上では、日本が上の立場となって、交流を続けることになる。となると、北路ルートを避けて遣唐使を送らねばならないほど関係が悪化していたとは思えないってことか。川上氏は、むしろ、当時重要性を高め始めた超高架交易との交通を重視したために南路ルートを選ぶようになったのではないか、としているな。この少し後から、このエリアは、東アジア世界の一大貿易港として隆盛し続けることになるからな。なるほど。そして、南路ルートを取るようになった後期遣唐使の目的のメインは、唐の年始の国家儀礼に赴き、良好な外交関係を維持するのが第一目的であり、文化や制度の吸収というのは二の次だったと山崎聡氏は述べているな。ふむ、一言で遣唐使と言っても、その内実はそれぞれに異なっていたのね。まあそんな感じで、9世紀末まで、およそ15年から20年に1回というペースで遣唐使は続いていくことになるんだが、今回は国家同士の朝貢儀礼である遣唐使とは別の国際交流の一面を探ってみよう。中国が唐王朝だった時期、日本の国際交流といえば遣唐使という一本槍で語られがちだよな。うん、確かにそんなイメージかも。そして遣唐使が廃止されて10世紀平安時代中期に入ると、日本では中国文化の影響が薄れ、独自の国風文化が花開いたとされる。というふうなことを、おじさんとおばさんは学校で習ったんじゃないかな。そんな気がする。しかし、この説明だけでは伝わりにくいこともある。その国風文化に最も重要だったのが、むしろ唐物と言われる海外製の品々だったからな。ほう。例えば、書に使う墨とか紙、竹、書籍。アジア産の香木とか唐木といった貴重な木材、染料や顔料、薬品、その他各種の工芸品など、オウムなどの外国産の鳥をめでる平安貴族の絵も見たことあるんじゃないかな。ふむ、国風とは言っても、その必須なアイテムは海外産のものこそがイケてるという感じだったのか。でも、遣唐使が亡くなってからは、中国と公的なつながりが薄くなったのは確かよね。だからこそ政治的、文化的な影響も小さくなったんじゃ。そう。ただ、物は確かに入ってきていた。それがポイントであり、今回の主題というか。国際ビジネスとかなんとかってやつ？遣唐使が派遣されていた時代、前期と後期で主目的が変わっているという話をした。前期が、仏教とか律令といった制度、文化の導入で、後期が外交がメインって話だったかな。そう。ただ共通項として、中国との朝貢で周辺国が期待するのが、朝貢で持参した貢ぎ物に対する中国王朝の外資、返礼品だ。
歴代の中国王朝は、弟分たる朝貢国が持ってきた品物の何倍もの価値のある菓子品を与えることが恒例だ。だからこそ、周辺の国は、喜び勇んで傘下に入るわけだからな。で、日本の朝廷も中国王朝がくれる珍しい品々を期待していたと。ただし、朝貢は、貿易ではなくて政治儀礼に伴う宝物の授受であり、その量は国内需要を満たすには到底足りるものじゃない。そこで、遣唐使は宮殿での政治儀礼とは別に、長安などの大都市で物資の買い付けなども行っていた。あ、普通に買い物なんかもしていたわけか。品目で言うと、乳香やクローブ、シナモン、麝香などの香料から、朝鮮人参などの薬物、顔料や染料、調度品など多岐にわたる。留学生として遣唐使に参加し、後に帰国した吉備真備と玄宝は、書籍や楽器、武器の見本、仏像など、いろいろなものを購入している。玄宝は、経典5000巻以上を収集し持ち帰り、おそらく吉備真備のことだろうが、中国の歴史書北唐書では、唐から支給された資金全部を書籍購入に使った、と書かれ。唐では、日本人めちゃくちゃ本買うじゃん、と言われるほどだったとか。はえー。当時でも本ばっかり買っていく外国人は珍しかったのかしらね。ただし、唐には高度な技術などの流出を嫌い、国外持ち出し金製品などもあったようで。朝貢下流域の揚州の市場に出かけた遣唐使が勝手に買い物をしようとして逮捕されたこともあったとか。それは分かってて金製品に手を出そうとしたのか、知らずにうっかりだったのか。そのうち、そうした日本人の海外製品に対する高い需要に目をつける人々も現れ出す。遣唐使のような国家間の儀礼的な交流にとどまらない国際貿易の始まりだ。そこで最初に大きな役割を果たすのがかつての敵、新羅だった。ほうほう。先ほど8世紀初頭に新羅側からの働きかけによって日本との国交が回復したという話をしたが。うん。だからそんなに両国の関係は悪くなかったとか。だが、ここもちょっとややこしい。表と裏で、そうした関係性に若干の乖離があったと言えなくもない。表と裏？日本は、国交回復してから間もない706年、新羅王に対し、天皇啓蒙新羅王という書き出しからなる書簡を送っている。どういうこと？これは、中国の皇帝が、皇帝啓蒙丸を何がし、と呼びかけるのを真似たもので、要するに上位君主が下位の君主に呼びかける方式だ。え、つまり、唐王朝の傘下という点で同類なはずの日本が、新羅に対して、上から目線で書いたってこと。そそ、この時の日本は、周辺国への態度として、プチ中華を意識していたのが濃厚に出ている。728年には、新興の渤海国に対しても、同様の書状を送っている。なんでそんなに調子に乗っちゃってるのかしら。それで、新羅はどう出たの？当初は抗議するでもなく、普通に交流を続けた。先に述べた唐への危機感から日本と対立することは避けたかったのだろう。だが、新羅としても思うところはあったんだろう。734年、国の名を王城国に改めましたと言って来日した新羅の使者を、日本側は勝手に国名を変えるのは無礼であるとして追い返した。どういうこと？倭国は702年の遣唐使の時に日本という国号を定めるにあたって唐に許可を得て国名を認めてもらっているという。国名変更という重大事項は、宗主国の許しを得てからなすのが当然で、それを日本の朝貢国である新羅が勝手にやるとは何事か、ということだな。そんな態度取って大丈夫？さすがに新羅もムカついたのか、翌年に今度は日本から新羅に派遣された使者が追い返され、両国は険悪となった。じゃ、やっぱり新羅と仲が悪くなって、遣唐使が南路ルートを取ったってのは妥当なんじゃ。ただ、この30年以上前からの過去3回の遣唐使は、すでに南路ルートを取っているから、これが直接の要因とはできない。っていうか、日本の国際貿易に新羅が関わってるって話じゃなかったっけ？むしろ疎遠になってるんですが、それは。両国が気まずくなる中、752年には、10年ぶりとなる新羅からの使者が来日する。それも、新羅の王子である金大廉自ら、700人もの随員を連れてきたという。おお、いきなりどうした？そして彼は、新羅は昔から日本に朝貢している、とか、やたらとへりくだった態度を取り友好を求めてくるもんだから、また日本は喜んで調子に乗ってしまう。ん？ひとまず仲直りってことでオッケー。そこで日本は翌年、小野田森を新羅に派遣するが、日本の使者は高慢で無礼であるので、王は謁見せずに帰国させた、と、高麗時代の歴史書、三国志紀に書かれている。どういうことだってばよ。
先ほどの白木王子、金大連の言動はおそらく、白木国としての方針ではなく、個人的に別の目的を円滑に進めるための方便だったと見られている。別の目的？この後、白木からの使者は、760年、763年、764年、769年、774年と立て続けに来日しているが、いずれも日本の朝廷から外交上の異例、無礼を指摘されて状況を許されず、日本と外国の玄関口である太宰府から帰国している。都まで行けもしないのに、毎回追い返されに来てるってこと？そう、ただ、外交交渉が目的なら、なんとか都に行けるように努力するはずだが、その形跡も見られない。つまり、彼らは都に行くまでもなく、太宰府に来る時点で目的を達成していたと考えられる。それはつまり、新羅の使者は、来日して太宰府に到着すると、そこから役人が、都の朝廷に報告に行く。朝廷ではそれが審議され、謁見を許可しない、という返答を太宰府に通知する。その間、新羅の使者は、太宰府に滞在することになる。そこで、彼らは、持ってきた舶来品を日本人に売っていたんだ。待機時間を利用して商売を。つまり、新羅の使者の目的が外交というのは建前で、本当は商売に来ていた、ということだな。7世紀末に成立した渤海国もまた、新羅と同様、日本に高圧的な態度を取られながらも、それに甘んじて、対面よりも商業ということで、日本との交流を重要視した。渤海って、あんまりよくわかんないんだけど。渤海は、先頃唐に滅ぼされた高句麗に属していた、ツングース系農耕、漁労民の末轄族が建てた国だ。712年には唐から、渤海郡王、として作法され、高度な中華風文化を築いていた。一方、先ほど触れたように、日本へも形式的に侵入する形で交流を深めた。彼らもまた、日本に使節を派遣し、同時に貿易活動を活発化していくことになる。ふむ、その頃の日本ってば、海外のパイプは遣唐使オンリーだと思われがちだけど、そうした渤海とか新羅みたいな国とも交流があったのね。新羅も渤海も、共に、当初は唐に対する危機感から日本に減り下る態度をとっていたが、唐との関係が安定すると、日本とは政治的には若干の距離は置きつつも、商売の方はなお活性化していくといったところも似ているかな。でも、渤海国にしても、新羅の商人にしても、どういったもので日本と商売していたのかしら？8世紀から9世紀にかけて、私たちが思う以上に、グローバルな国際貿易が展開されていた。例えば、新羅商人の飽きなった品物のうち、朝鮮半島で入手できるものもあったが、香料や別香、賽の角といった品々は、はるか遠くの海外から入手したものだ。当時、インド洋では、イスラーム商人が活躍を始めていた。あ、そういえば、アッパー市長の成立が750年だったかしら。遣唐使の時代とイスラームの勃興の時代は、ちょうど重なっているのね。彼らはダウと呼ばれる独特の帆船を使って、アラビアから、場合によっては、アフリカ東岸、インド、東南アジアを経て、中国南部にまで進出していた。先ほど遣唐使が市場で逮捕されたという要衆は、まさに、このイスラームの商人が到達する場所であり、同時に、新羅商人の活動範囲でもあった。なんと、遣唐使の人は、そんな国際色豊かな市場に魅了されて、ついつい行けないものに手を出しちゃったのかな。そういうのを考えると、遣唐使が安全なほくろをやめてリスクを冒しても難路を取った理由の一つも見えてくるというものだ。じゃ、太宰府に来ては追い返されていた新羅の使節も、新羅や唐の産物だけでなく、こうした東南アジアとかインド、もしかしたらアフリカの産物を持って日本人に売りに来ていたってことか。実は、日本の貴族もこうしてきた新羅の国家使節に、今度はこんなのを買ってきてほしい、という注文までしていたようだ。おう、日本の貴族も、建前では、新羅使節の状況を許さないとかしながら、商売の方も、ちゃっかり把握してたんだ。ただ、779年以降、こうした新羅の、正式な、使節の来日は突絶してしまう。外交的には、あくまで高圧的だった日本は、今後は、新羅王が自ら来るか、日本への朝貢国であることを示す表文を持ってこないと、入国させない、ということを通告する。それって、新羅が日本の従属国であることを、王自ら示せ、ってことよね。そりゃ、一国の王として飲める条件なわけないわね。さらに、折り悪く、8世紀後半から、新羅内部では内乱が頻発するようになり、国内の治安は悪化。沿岸部では海賊が跋扈し、日本への使節どころではない状況に。というわけで、新羅の正式な使節は、それ以降、日本には来なくなってしまった。
しかし日本人貴族の宝物需要は消えるわけじゃないよね。そう、そこでそれと入れ替わるように今度は新羅人の私的な解消が現れるようになる。ほほう。新羅解消といっても実は彼らは中国本土に拠点を置いた海外在住の新羅人というのがメインだった。混乱する本国を脱出し、海賊と商人の境目の曖昧な人々が活動するようになる。海賊っていつの時代も似たようなものね。8世紀後半には新羅との国交が停止した上、遣唐使の派遣間隔の長期化、そして世紀末には遣唐使の廃止。そうした正式な国際関係の途絶に伴い、私的な海商たちの動きは活発化し、貿易船の日本への往来は毎年のように行われるようになったという。国交が停止したからって舶来品の需要までは減るものじゃないしね。なお、貿易品は島で買い付けた品物を朝鮮半島経由で日本に運ぶ場合がほとんどで、日本からの輸出品はあんまりなかったようだ。え、でも貿易には対価が必要よね。日本はどうやって海外商人から物を手に入れていたのかしら。当初は主に綿が用いられたようだが、次第に金で支払われることが多くなった。欧州で産出する砂金がまず想像できるな。遣唐使も道中の路銀として砂金を持参していたようだからな。ふむ、すると日本も先日の動画でやってたみたいに、アジア貿易で金銀を流出させまくるヨーロッパみたいな状況だったのかな。そうした懸念は当時の日本の首脳陣も抱いていたようで、後の911年には海外商人に対して日本への来航を数年に一度に限定する年期の制度を定めている。最も口実するが、それを破って毎年稼ぎに来る輩が後を絶たなかったようだが、いつの時代も偉い人の悩みは同じか。また人々がこぞって舶来品ばかりを求める状況には朝廷も危機感を覚えたようで、831年に太政官からは、人々が舶来品ばかりを欲しがって国産品を軽視しているとして、太宰府の役人にしっかり商人を監督するように命令が出されたという。そっか、生実家、国家施設じゃないだけに国が管理しきれない状況になっちゃうんだ。消費者は単に欲しいものを手に入れたいだけでも、産業や経済を管理しなければならない国にとっては頭の痛い話だろう。新羅商人だけでなく、渤海の施設も似たような感じで、日本へ朝貢に来るペースは12年に一度と取り決めをしたのに、次第に毎年来るようになっていた。それはまたどういう。彼らもルール違反で状況が許されないと分かってきていた。やはり追い返されるまでの滞在中に商売をすることができたからだ。ああ、さっき見たパターンね。天皇への謁見は名目で、そっちが主目的だったわけだ。朝廷はこうした無秩序な施設という名の商売人や会商の活動に手を焼き、国司はちゃんと取り締まれ、違反者は百叩きの刑とかお触れを出したけど、全然守られなかったという。国司がそうした死亡役に加担したら厳罰という指令も出ていることから、地元の官民がグルになってこうした貿易を行っていたと察せられる。まあ儲かるし欲しいものもあるし、朝廷もそこまで取り締まる力がない時代なら誘惑に勝てない人も多かったでしょうね。むしろ来日する商人たちによりそうした物的な欲求が満たされてしまったことが、遣唐使をはじめ日本が自ら外に向かっていく情熱を冷ます要因の一つと言えるかもな。こうして894年以降に遣唐使の廃止によって唐の文化に直接触れる経験を持つ者がいなくなっても、物自体の輸入はやまず、むしろ増大した。つまり国家同士の交流、文化や政治とかの情報の交換は失われたけど、日本と唐、その他東アジア世界の物質的な交流は続いていたと。こうして遣唐使の派遣よりもある意味では影響力の強い外商の活動によって、日本の貴族たちには海外の製品が行き渡るようになる。こうして遣唐使が下火になっても、民間貿易という観点では日本の国際交流は衰えたわけではなく、むしろ活発化したと言えるだろう。つまり官から民への主導権の移行って感じか。ただこうした日本と新羅、渤海といった各国の関係が政治から商業へとシフトしていった背景は、日本史というカテゴリーのみならず東ユーラシア全域の情勢と深く関わっている。ちょうどこの時代にイスラームの解消が中国にまで出張ってきた時期だって言ってたわね。それも一つ、中国南部の広州には南海貿易を管理する地白市という機関が置かれたのもそれを象徴している。広州にはペルシア人をはじめ多数の外国商人が寄港し、そこから北上して揚州に至る。
揚州に集積された物資は、隋の時代に作られた大運河で唐の都、長安に運ばれたり、新羅商人の手で日本にまで届けられることになる。じゃ、お買い物するには、まさに揚州が一番だったってことだ。一方、渤海の商人が日本に売る商品を入手するルートが、中央アジアからつながる陸路だった。それを中継したのがソグド人。ソグド人って中央アジアの人たちよね。まさか、日本と対岸の渤海まで来てたとか？そう、ソグディアナと呼ばれる、現在のウズベキスタン、タジキスタンあたりから出たソグド商人たちは、シルクロードの主要な中継者でもあり。彼ら自身も驚くほどの広範囲で活動していた。北方では、その商業技術を重宝され、トルコ系遊牧国家の突厥でも重用される。渤海の建国当初は、その突厥の庇護を受けていて、渤海の領内からは、ソグド人居留地の遺構も発見されているという。そっか、突厥で重用されていたソグド人たちは、渤海と突厥の縁によって、その地域まで活動していたんだ。ちなみに、8世紀中頃に東王朝を揺るがす反乱を起こした安禄山、獅子明の領有は、ソグド人の血を引いている。中国世界に入ってきたソグド人たちは、孔、安、獅、関、かといった姓を名乗り、専門家は、ソグド姓、と呼んでいるとか。はえ。ちなみに隋、唐の皇室も、元はといえば戦費系の北魏の末裔だから、少なくとも初期から中期にかけては、北方騎馬遊牧民の流れを組んでいると言える。そして、突厥と深い関係にあったソグド人が、唐に深く根付いた背景には、唐の大僧、李世民が中央アジアの騎馬遊牧民たちから、天下岩、つまり、遊牧世界の最高君主の称号を贈られたことが挙げられるだろう。あ、唐の皇室が、もともと騎馬遊牧民の末裔だから。そそ、そして、騎馬遊牧国家の大国である突厥を下した唐は、名実ともに、遊牧世界の覇者となる。従来、中華王朝と北方遊牧民は対立することが多かったが、ここで、唐の皇帝は中華世界、遊牧世界を滑る、世界帝国の君主となったわけだ。スケールは違うけど、カール大帝が、フランク族の王であると同時に、ローマ帝国の皇帝でもあったのと似ていなくもないわね。そうして、遊牧世界と融合した中国に、ソグド人はじめ、ユーラシア大陸中央部との人の移動に、障壁が取り払われたって感じかな。じゃ、唐王朝自体が、多分に、異民族のるつぼというか、グローバルな感覚を持った中華王朝だったわけか。ソグド人の存在は、古代ギリシアでは、紀元前5世紀のヘロドトスの歴史、古代中国では、紀元前2から1世紀の司馬遷の史記でも言及されていて、8世紀から9世紀のこの時代には、イスラームのアッバース朝から唐、そして、日本の対岸の渤海まで広範囲にわたって活動した。もちろん、南海ルートを使うソグド人もいて、メソポタミアから、カイロで中国に来た商人の記録もあるようだ。そうしたグローバル交易ルートの端っこに位置した一大消費地が日本だったと。新羅や渤海の商人たちは決して丁寧に扱われたとは言い難い日本に禁令を無視してでも何度も赴いたのはいかに彼らにとって当時の日本というマーケットが重要だったかを物語るだろう。9世紀に入ると新羅、渤海の商人に加え唐の商人も本格的にこうした国際貿易に加わるようになる。あら、それまではあんまり中国の商人が日本に来るイメージはなかったわね。そもそも中国が確立し、日本が模倣した律令では、知人による海外貿易は御法度だった。もっとも、唐では開元年間8世紀前半からは容認されていたようだが、8世紀半ば、先ほど名前が出た安禄山らが起こした安史の乱以降、唐王朝の統制力は弱まっていた。各地は、藩鎮と呼ばれる軍を管轄する機関が統治していたが、その藩鎮を統括する官僚、節度使の裁量が大きくなり、好き勝手にやる度合いが大きくなっていた。そうした強い権限を持った官僚が、商人に名目的な官職を与え、彼らを海外に派遣して、その利益を経済的な基盤としていたという背景もある。つまり、立場としては、宮廷に仕える官僚でありつつ、一方では、資本家のような立ち回りをしていたということか。もちろんこれは中央政府の意向による外交ではなく半ば地方政権と化した藩鎮による金策の一環に過ぎないと言える。時代が進むにつれて経済が妙な形で自由化してきたとも言えるが、おそらくそうした商人たちはスパイの役割も兼ねていたと考えられる。842年、商人たちの玄関口となる太宰府から京の朝廷にこのような申し立てがあった。新羅人は商売にこと寄せて日本の情勢を伺っている。そこで一切入国させないようにしてほしい。おう、現地の役人には何か思うところがあったのね。しかし朝廷からの返事は、
入国を一切禁止するというのは特に背く。とりあえず入国は認めよう。ただ移住は認めず、貿易を希望する者は取引だけをさせて帰国させるように。というものだった。ふむ、なんか寛容というか、ひよってるというか。太宰府が一切禁止とまで要請するからには、相当に危機感があったと見える。しかし、朝廷としては、せめて貿易だけは止めたくなかったってことだな。それほど舶来品を求める貴族たちの不満を買うような思い切った政策は取れなかったということだろう。政策を決定するにも、その政治に口を出す人々の顔色を伺わないといけないのは、いつの時代も同じことね。その後、地方の統制力を失いつつあった東王朝では反乱が頻発。874年の高宗の乱では、ことのほか大きな被害を受け、907年には元反乱軍の武将の朱全忠によって高位を奪われ、ついに滅亡を迎えた。830年代から途絶していた遣唐使は、894年に再度計画されていたものの、結局派遣されることはなかった。渤海国も、その後間もない926年、ヤリツアボキ率いる新興の騎馬遊牧国家、契丹によって滅亡。約350年も続いた新羅もまた、時を同じくして、918年に生まれた高麗によって935年に滅ぼされ、東アジアの半島は、急激に変化することになった。そして日本だけが残ったと。世界って一瞬で変わっちゃうのね。中国はこれより、いくつもの短命な王朝が目まぐるしく交代する五代十国時代に突入する。しかし、日本は相変わらず超高架広域に成立した五越、その後に統一王朝となった宋との交流を続けた。平安時代を彩る国風文化は、あくまで中国との文物のやり取りが大きな役割を持ったもので、国際関係を絶ったことで生まれたというよりはむしろ。民間の交渉が活発化して、物が大量に入ってきた割に、国家施設による政治、文化的な影響が薄まったために、その使い方などで日本の独自アレンジが発展したと言えるかもしれない。また、遣唐使は、日本の歴史にとって重要な要素であるのは間違いないが、日本の文化を形作った背景には、そうした公とは別の私による商業活動があったことを見逃すわけにはいかないぜ。とまあ、これが遣唐使にまつわる日本と東アジア世界の国際ビジネス事情だぜ。そんなに遣唐使にまつわってなかったような。細かいツッコミはなし。わかりやすい言葉をタイトルに入れないと興味を持ってもらえなさそうだからな。キャッチーさは大事だぜ。タイトル詐欺という言葉がありまして、実際どんないい動画でもタイトルがピンとこなければクリックされることはない。そういうもったいない動画が巷に溢れてるんだ。初見で興味を持ってもらえなければ、どんな原石も、路傍の石と同じで素通りされてしまうものだぜ。丹精込めて作ったものが見向きもされないのは悲しいことなのだ。何を聞かされてるんだろう。まあ、そんなこと言いつつ、この動画が全然伸びてなかったら草なんだが。こういうハウトゥー的な心がけを偉そうにのたまった結果の滑りはとても恥ずかしい。とにかく、今回は奈良時代から平安初期頃の日本と中国とその他周辺の交易事情を語りたかったんだが、そんなふわっとしたタイトルじゃ自分でもクリックしないだろうなぁと思って。そこでキャッチーな遣唐使というソースを絡めて色付けしたってこと。ママコの話題ではどちらにしろ遣唐使は外せないから、別に無理やりくっつけたわけじゃないんだけど。ともあれ、次回はもうちょっと素で興味を持ってもらえそうなテーマを選んでみるぜ。例によって約束はしません。そんな感じで今日はこの辺で。お疲れさんじゃ祭り。それでは今回のご視聴ありがとうございました。